はい、こんばんは、佐徳です。では、今日もやっていきましょう。今日の絵はこちらです。これやってたかな？今日の絵はこちらですって、なんか久しぶりにやったような気がする。では、シャープの117かな。では、トレースからやっていきましょう。今日ね、多分このパキッっていう音いっぱい入ると思います。ずれた。腰がね、痛いんですよ。で、まあ、仕事上、椅子に座ってる、この、普通の椅子に、仕事用のね、椅子に座ってることが多くて、で、まあ、腰が痛くなるんですけど、たまにね、こう、ぐっと痛い時が来るんですよ。年ですね。これをやったらあかんねんな、そう。このね、方向をこう一方通行で書かないと戻すとダメなんですよ。絵がね、ダメになるんです。それはこれをやっててわかりました。これ多分デジタルの方はね、勘違いしやすいというか、ついついやってしまう方もいらっしゃるんじゃないかな。なんて言うんでしょう。消せるんで、そこまでペンに重みがないんですよね。別で僕、ちょっとまた、そのラインスタンプの原案を、暇な時に、メモ帳に書いていくんですよ。鉛筆で。で、そんなんで、こう、イメージを膨らましていくんですけど、その時は絶対しないんですよね。よくよく考えると。消すのがめんどくさいから。なんかそこら辺が、こう、デジタルのダメなところというか、なんて言うんでしょう。気をつけないといけないところって言ったらいいんかな。そういうところですね。デジタル一本でやってはる、やり始めようかなって思ってる人。で、デジタル一本でやってて、なんか線が、曖昧な線が異常に多いとかっていう方は、ちょっと自分の書き方をチェックしてみるのもいいかもしれません。よいしょ。だいぶね、トレースは上手になってきたのかなと。あとはこれを、なんて言うんでしょうね。もっと表現力をつけたいですね、絵の。よいしょ。こんな感じかな。ここが多分また難しいんやろうなぁ。はい。ではやっていきましょうか。5分測っていきます。どうしてもこうちょっと煽り、まあ今回結構煽りなんですけど、かなり煽るか。なんですけど、頭のね、多分もうちょっとでかいんですよ、これ。これぐらいなんですよね、多分。頭のサイズは。で、ちょっと首をかしげてるから、こうなるな、多分。これをここで時間かけると、時間が足りなくなる。こんな感じかな。よいしょ。
さて、難しいな、ここが。こんな感じなんかな。ちょっと細すぎるような気もするけれど、もうちょっと出てるような気がするのかな。こうかな。こんな感じに近いかも。もう間もなくね、ゴールデンウィークなんですよ。実写界では。多分この動画上げるのも、もう間もなくゴールデンウィークなんですよね。そうそう、最近ね、ストックがないんで、一週間前の動画、今日書いたやつが一週間後に上がるんですよ。ストックがないんで、一週間先にはね、ゴールデンウィークなんですよ。久しぶりにね、ちょっと実家に帰ろうかなと。大阪の。この話しましたっけね。実家に帰って髪の毛を切って実家に帰るが正しいかな。ちょっとね、もう髪の毛がだいぶもさもさなんでね。髪の毛が気にしなくていい職業なんで、そこら辺はありがたいですね。なんか常にこう単発で清潔感があって、まあ清潔感がないとねダメですけど、清潔感が必ず必要でっていう感じではないんでね、多少髪の毛ボサボサでも許される仕事なんで。サラリーマンですけどね、普通の。よいしょ。こんな感じ。はいはい。はいはい、おかしいやろ。はいはい、おかしかったですね。できてないのにね。たまに会社で怒られますね。はいはい。はいは一回って言われへんかった?昔って言われて、ああ、言われたかもしれません。二つ返事ってね、適当にしちゃうことがあるんで、5分も間に合ったか。さてだ、多分ここが太いんやろうな。こんな感じかな。難しいな。はい、5分ですね。では、いつも通りチェックしていきましょう。よいしょ。あー、間違った。これいつも、最近間違ってなかったな。やっぱり間違うな。はい。では、移動ですね。あー、全然違うな、今回。ひどいな。では、やっていきましょう。頭の位置が合うと、こうですよね。肩が、こんな感じか。胸の位置がだいぶ高かったですね。肩の位置はそんなにずれてないのに、ようなよいしょ。手の位置とかが大きくずれたな。なんでやろう。手
腰の位置、胸の位置はでも全然違うんか。そうですね。股関節書いて。ねえ、もう、ああ、でも、ここも大きく違うな。やっぱ足は太くなってるな。よいしょ。移動させてみましょう。大きく違いますね、今回。ちょっと、へこむな。前回ちょっとこましかなと思ったんですけれども、顔で描こうか。まずこんだけ、ずれてますね。顔のあれが、胸の位置が全然違う。本来はここ。こういう風になってないとダメ。ということですね。肩もここですね。あ、こうなってるのにや。もっとフラット気味なんですね。どっちかってこうなんですね。ここか。こんだけずれてるなぁ。あ、肘の位置もこんだけずれてますね。ここもこんだけ。外に出てます。多分それはここの位置と方向性ですよね。これはちゃんと見とかなくなかったかな。あと、ここ。もうこっからはいつも通り足は太いですね。ここら辺は、もうちょっとなんとかしていきたいかな。はい。よいしょ。だいぶ。まあって感じですね。ちょっとひどいかな。はい。本日の動画はここまでです。最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったな?よかったな?よくないわな。よかったなと思う方は、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。あと、LINE のスタンプも下にありますので、よかったらそちらもチェックしてください。では、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。